Some picnics are no picnic. Everybody's there. With the Jeep Wagoneer, you can do better.皆さん久しぶりです。ワゴニアライフスタイルゆうとです。で、今日何するかっていうと、まず朝お店でコーヒーの研修があるんで勉強会をします。それ終わったら海に行きたいと思います。じゃあ行きます。今ちょっと時間あるんで、お店のアパレルグッズ紹介したいと思います。これはお店で使ってるコースターです。革のコースター、裏は普通のこういう感じ。はい、じゃあ次フィンズ、こうちのマスコットキャラクターのフィンズです。裏はタイタックでちゃんといいやつになってます。とこれがオリジナルマグカップ。これが最近できた T シャツと靴下がカレッジカラーシリーズで、色を合わせてカッコつけてください。ナイキのダンクがカレッジカラーシリーズっていうのを出してて、でそれに合わせてうちもいろんな大学のカラーをモチーフにして T シャツと靴下。これはもう自分がアメリカ行った時にヴィンテージショップで買ってきたマグたちで、名前が全部書いてるんですよ。なんかファミリーなのかわかんないけど、これが何種類か。これはボデがロサンゼルスにあるセレクトショップで僕行った時買ってきたお気に入りの。この辺は雑貨ですね。三茶にある古着屋さんに置いてもらってます。トートバッグがエコバッグがこういう感じで2色展開です。まあ、この方ともう一個ドゾタウンとかで売ってる方があるんですけど、売れてます。これ可愛いじゃないですか。ジャイガンティックって言ってアメリカのクラフトビールのメーカーなんです。ビールを持ち歩く、これにビールを入れてクーラーボックスに入れて、これ持ち歩いて公園着いたらコップに入れて飲む。でここはクックマンっていう服のブランドが、ロサンゼルスの服のブランドがあるんですけど、そこと期間限定でコラボさせてもらってて、でこういう風に海外のキッチンのスタッフが入ってる、見たことあります。こういうのもサイズ感がね、ネットだとどうしてもわかんないけど実際に手に取って見れる。でこれはここで QR コード読み込んでもらって、で買ってもらうって。これ以外にも種類があるんで、うん、で QR コード読み込んで選んで後日自分の家。これがクックマンの、プレゼントボックスみたいな膝型で、これにアパレル入れて友達に渡すみたいな、そんな感じです。では皆さん、日頃の感謝を込めまして、僕からプレゼント企画をしたいと思います。で、で、プレゼントするのはこちら。この中から T シャツ1枚と、あとそれと同じカラーの靴下を1足と、さらにこの2色のトートバッグのどちらかの色で、合計を3点を1名様にプレゼントしたいと思います。で、応募方法なんですけど、まずチャンネル登録、高評価、あと何かしらのコメントください。と僕のインスタグラムのフォローお願いします。
で、次の動画の冒頭で僕発表するんで、当たった方は僕のインスタの方に DM をください。で、その時に色とかサイズとか伺うんで待ってます。 A few moments later。Jeep Wagoneer, you can do better. A lot better. This is the one family wagon with everything. Famous Jeep four-wheel drive and rugged components to take you off the road. Luxurious interiors to make your trip comfortable. The stylish but rugged Jeep Wagoneer. A great way to get away. Jeep. Toughest four-letter word on wheels.今ちょっと1ラウンド入ってきて休憩してました。これから波上がってきたんでもう一回入りたいと思います。めっちゃ波いい感じで、今日人少ないしサイズもねちょうどいいけどね、頑張って練習したいと思います。お疲れ様でした。これから片付けして、スシロー、どうですか？はい、ということで今回の動画これで終わりです。ちょっとね商店街で撮ってたんですけど音が入ってなくて、でこんな感じで結構ワゴニア止めてたらいろんな人に声かけられるんですよね。なんかかっこいいねとか懐かしいわみたいな、まあ本当にありがたいですね。もう鼻真っ赤っかですね毎回毎回。本日も終わります。皆さんチャンネル登録とグッドバッド何でもいいんで、あとコメントもお願いします。じゃあまたね。結構、まあ、僕のチャンネルを見てくれて感謝してるんですけど、よく渋谷行ってたまに声かけられるんですよ。素直に嬉しいっす。ありがとうございます。でまあ近く東京来た時とか渋谷来た時は全然お店に気軽にコーヒー一杯でも、僕が近くにいる時は全然お店に来るんで話しましょう、うん。